こちらは皆さんご存知リード、バンドレンのリードはこのフローパックと言われるものに入っています。パック内の湿度などを保つためのものと考えられていますが、実はこれ偽造防止の役割もあったりとかします。2006年頃中国、韓国、アルゼンチンなどでバンドレンの青箱の偽物が流通したことがありました。もちろん偽物なので吹き心地は最悪、音が出ないなんていうリードもあったみたいです。まあパッと見キーのヘラですからね、偽造はしやすそうですよね。これまでのバンドレンの箱はこの左のやつ、箱の中にリードが生で入っているんですが、これが偽造されやすかったみたいなんですよね。フローパックにすることによって偽造の手間などを上げる目的があったみたいです。ということで一旦偽物騒動は収まったんですが、最近はまた現行パッケージの偽物も出てきてるみたいです。ホログラムシールや野中貿易代理店のシールが貼ってあることを確認して購入するようにしましょう。